地震などで被災した住宅の被害調査を行う職員を育てようと7月2日岐阜市内で調査員の育成研修を行いました被災者が公的な支援を受けるのに必要な理災証明書を発行するために住宅の被害調査を円滑に進めることが課題になっていて研修には県と市町村の職員およそ200名が参加しますこの日の研修では 被災した家の模型を見ながら外壁や屋根の状況から損傷の程度を決めたり下げ振りと呼ばれる計測器具を使って建物の傾き具合をを測る実習を行いましたまた、能登半島地震で重家被害調査に当たった県職員が被災地での作業の様子を報告し住民の方に調査結果を納得していただけるよう 丁寧に説明することが大切だと感じたと話しました。あの、もうにそこは説明することがまず大事かなと。県では、今回の研修を受講した職員の名簿を作り、県内で災害が起きた際の調査や他の自治体の応援に対応できるようにします。